ラインタヤ軍区は、ミャンマーヤンゴン市ヤンゴン北部県にある軍区。軍区は二重の小区、旧村によって構成される。軍区の北と西は、タンダビン軍区、ヤンゴン川を越えて、東は、インセイン軍区、マヤンゴン軍区、ライン軍区、南は、ヤンゴン川とテワンテ軍区に接する。ラインタヤ軍区は1980年代に開発された発展した衛星都市である。 ミャンマーで大きな工業団地の一つであるラインタや工業団地があり、雑貨や軽工業を行う企業が入居している。軍区南西部には、フミーシティアプン、ラインガーデンレジデンスなどの富裕市民やエリートが居住するゲーテッドコミュニティがある。サイクロンナルギスの被災後、避難民が移住し、人口が急増した。軍区は橋によって、他軍区と接続しており、 ヤンゴン川を越える橋はアウンザヤ橋、バインナウン橋。パンライン川を越えてトゥアンケンクに至る橋はパンライン橋である。ラインダヤン区には小学校46校、中学校8校、高等学校4校がある。ヤンゴン技術大学のキャンパスも立地する。ありがとうございます。